こんにちは。はい、さゆたかさん、はい、今回は前回セ・リーグをね、あのキャンプで見ていいなと思った選手をピックアップしたので、パ・リーグ。またパ・リーグもいい選手いるな。いますね。まずは半端ない半端ない出ましたけれども、いや今年も多いですね。いや俺ね、うん、気に入ったのが、うん、面構えからインタビューから、うん、松川ロッテもはい、ルーキーのセ・リーグの方でキャンプで出遅れたし、まだちょっと時間かかるだろうから、小園の名前はね出さなかったんだけど、小園とバッテリーを組んでたんだよね、一律和歌山で。ルーキードラ1ですけれども、バッテリーだよ、ドラフト1だよ2人、同じ高校だぞ。どんな高校なん。まあそういう話はセ・リーグの時も言ったけど、いいいい。それはキャッチャーとしてどんなところ、この松川選手は肝の座り方がいいわ、動じない。ピンチになってもっていうことなんですか。まあ、佐々木朗希と組んで、はい、うん、157キロ、はい、バーンって取れないよ普通に高校生だもん、まあ、そう。いや、やっぱ小園がやっぱいかに速かったかだよ。ああ、だから小園とやっぱ松川に俺は話を聞きたい、はい、佐々木朗希のボールと小園のボールとどうやって、うん、あ、その違いも聞いてみたいってことですよね。いや、しっかり分析するからね、この子。佐々木朗希と初めて組んだときに、はい、いや、まあ最初なんでまっすぐを中心に行こうと思いましたって。お前ルーキーかって本当上がったばかりですよね。思いましたって、お前がもう指導してんのかみたいな。リードしてるってことですよね。そうだよ、すごい。また佐々木朗希が半端ないわこれ。あ、そしてもう一人が佐々木朗希なんですね。これね、佐々木朗希170キロ投げんじゃない、はい、しっかり体が出来上がった夢のですね。いや、もうメジャーでは170キロ時代が来てるっていうふうに言われてるんだけど、はい、佐々木朗希が投げちゃうんじゃないかなっていうぐらい迫力あるな。1年目はね、本当にじっくりじっくりでしたけれども、うん、去年、そして今年だから松川と佐々木朗希がバッテリー組んだね、はい、うん、これやっぱね、パ・リーグの看板バッテリーになると思う。お、じゃあいろんなこの2人で賞を取っていく可能性はあるってことですね、うん、そうだね。だからまあ佐々木朗希はローテーション入るだろうけど、うん、松川がやっぱロッテがやっぱいい位置にいるだけにね、チームが、うん、だから育成というよりもやっぱ勉強ということもしなきゃいけない、うん、だから難しいんだよ、ね、キャッチャーってな、はい、でも使ってやりたいな、魅力あるのな。そうですよね、魅力あるんだよ。バッティングとかはどうなの。めちゃくちゃいいから将来4番候補だから。え、そうなんですね。まあ、いや今年期待されてるのは山口なんだよ、はい、ね、うん、山口より俺はバッティングが良くなると思う。おお、だからキャッチャーで4番だよ、松川選手。だから右の阿部慎之助みたいになるかも。あ、そのぐらいの感じのアプレル選手なんですね。いいもの持ってる、いいもの持ってる。いや、じゃあ本当にあの佐々木朗希投手といいバッテリーの、ね、コンビで成長していきそうですよね、うまくいったら。いや行かなきゃダメだよ絶対行かなきゃダメ。いや行くと思うよ俺は。そのぐらい太鼓判なんですね。そう。さあ続いて日本ハムです、はい、日本ハム結構たくさん若手います。今川焼き、今川優馬選手ね。あの子はね、やっぱホームランの打ち方知ってんな、うん、角度の上げ方っていうか、はい、だから今のその野球界に求められてるスイングのこう角度ね、はい、バットの出し方とか、やっぱ彼はもうしっかり掴んでるわ、うん、だからこれはやっぱこうきっかけを掴んで試合に出るようになったら、俺は結果はおのずとついてくるバッターだというふうには思ってるんだよね。あの新庄監督もこの今川優馬選手はもちろんそう使いたいとか、打順でどの辺を任せたいかなと思いますか。やっぱりね、クリーンアップは打ってほしいよな、うん、ただ今年の場合だったら6番とか、うん、そのぐらいでもいいし、うん、魅力はあるよね。そうですよね、ホームランとかもそうですし、うん、だから、うん、この日本ハムの今川はちょっと見といてほしいと思う。そうですね、はい、で楽天です。楽天安田ルーキーキャッチャー、バキバキバと打ってるけどなオープン戦入ったら大丈夫ですか。インサイドばっかり投げられて、うん、でホームに近く立ってるから、はい、もうインサイドばっかりやったらバキバキ打ってる。あれインサイドちょっとより好きですか。もうちょっと離れてもいいかなと思うぐらい。あれ寄りたくなってしまうのはこれね、安田にね、うん、俺勉強してもらいたいのは、はい、素質はもちろんあるし魅力もあるんだよ、うん、ただ去年佐藤がやったでしょ、はい、佐藤が攻められたような、うん、同じ攻められ方をタイプ的にはするんだよ、はい、セ・リーグとパ・リーグと違うけどね、うん、だからそこら辺を勉強してほしい。このままじゃインサイド一辺倒で抑えられる。でも魅力はある。
ほらね、ピッチャー間違えるから、うん、で安田も自分の弱点を認めた方がいい、今の弱点を、うん、インサイドっていう、そうそう、それで絶対間違えるからピッチャー、うんうんうん、ね、そこを待っとく、うん、そこを逃さない、ね、インサイド来たら黙って待っとく、プラスに、うん、間違えたボールを的確にパーン捉える、はい、そしたら打てる、お、そしてもちろんキャッチャーなので、キャッチャーはね、もうちょっとね勉強する必要性があるな、スローイングにしたってな、あ、じゃあ石井監督は安田選手どう使って、うん、使ってみたいよね、うん、やっぱ将来的なことも考えて、でいいピッチャーがいるじゃん、うん、やっぱりいいピッチャーにリードしてもらう、キャッチャーが、うんうん、そうやって城島も育ってきた、はい、で立場が変わって城島が引っ張るよ、うん、だからそういうふうなことがいいのかなっていうふうには思うけどね、途中でそのバッティングに専念させるためにキャッチャーじゃなくすってことはしなさそうですか、いや、しない方がいいよね、やっぱ打てるキャッチャーって強いからさ、はい、あ、だから、まあ、魅力はあるよね、ただ弱点がこうはっきり見えるからね、あ、そこを早く克服してほしいなと思う、そうですね、あ、さあそして西武です、はい、まあルーキーですよね、宇高さん、いいなぁ、隅田、はい、やっぱ10勝はするだろうなっていうような感じはするよね、うん、で、あの西武打線でしょ、山賊打線がついてるから、はい、安心安心して 1,2 点に抑えてたら必ず勝てる、うん、そうですね、まあ、入ってたからチームも良かったというか、打ってくれるし、まあ、ただ球場が狭いからね、あ、打たれる可能性もあるけど、うん、はい、まあ、だけど、持ってるものはいいな、東証王国が西武は来たかなっていうような感じがするよね、そうです、だから投打ともにバランスが非常に整ってきたっていう、まあ山川もいいしね、はい、今年だからチームのことじゃないんだけど、うん、あのやっぱね、高橋光成、今井、松本、うん、で渡辺、はい、隅田、これ揃ってきてるんだよ、投手王国になってる、そうですね、いや本当に、いや投手が今までフォアボール出してもホームラン打たれてさ、はい、これ何してんだよって思う試合が多かったんだけど、うん、ちょっと隅田が入ってなんかこう確立されてきたよね、投手王国、そうですね、あのかつての黄金の強いあの西武っていう可能性はある、はい、ありますよね、はいはい、さあソフトバンクですけれども、はい、田中正義選手6年、これ時間かかりすぎてるわ、俺なんで名前を出したかって言ったらさ、はい、アマチュアの創価大の時、はい、相手がプロでは2軍だったけどね、はい、試合やったんだよ、なんかの全日本の壮行試合かな、うん、日米野球かなんかでやった時になんか6連続三振かなんか田中正義がプロから取ったんだよ、はい、それはまあ2軍の選手とはいえ、うん、テレビで見てて、あ、このピッチャーは打てねえぞとか思ったぐらい良かったんだよ、はい、そりゃ2軍といってもそりゃこんなピッチングされたらひとたまりもないなっていうぐらい、はい、もうプロは圧倒してたんだけどさ、なんか時間経っちゃったな、そうちょっと6年目なのでちょっと、でも今年はねすごくなんかいいみたいだし、うんうんうん、まあそういうピッチングを見せてくれるかなって思うよね、てか見せてほしいですよね、もう6年目だし、はい、だからちょっと期待して、うん、ちょっと期待さあ最後、あまり大きく期待しちゃうとまたこけちゃうかも、そうですね、過度な期待はね、そうそうそう、あれです、禁物ですもんね、はい、さあオリックスですけれども、宇高さん、2選手挙げてくれてました、まず紅林選手、紅林も成長してんな、まあ、去年です、大ブレイクして大舞台に立って堂々とやり遂げたよね、紅林なんか、はい、で吉田がいない時なんか穴埋めて、はい、3番に抜擢されたりだとかさ、まあ、期待はされてた、その期待に応えなきゃいけないんだけど、見事にキャンプも、うん、ね、オープン戦出だしも期待に応えてるよね、あ、じゃあいいですね、なんか順調に来てる、ああいい選手が順調に育ってきてるなっていう風な感じがする、うん、じゃあなんか例えば去年活躍して2年目のなんとかっていう風に言われないだけの今ちょっといい感じ、あ、全然関係ない、うん、だから頼もしい、はいはい、そしてもう一選手、はい、渡辺春人外野手ルーキー、ルーキーね、はい、まあ、左のコーナーってね、うん、バット寝かしてちょこんって、うん、バットコントロールがいい、あの2月あのセンスが感じる、あ、センス、ひりきだけどね、ん、ひりき、ひりき、あ、ひりき、はい、うん、ひりきじゃない、ひりきじゃないですね、懐かしいですか2月20日知ってんのお前、ひりき、ひりき選手ですよね、はい、知ってます、マウンド降りてから幸運してしちゃって、おこぐ、こわーってやってたって、いや、お前もう交代してるからみたいな、ケオされてるから、そうですね、はい、2月26日、これ、オープン戦だったかな、あの、はいはい、4打数3安打1打点と、ね、はい、まあまあ、やっぱりミート力が高いし、まあ、広角に打てるし、まあ、足はあるし、うん、ちょっと華奢だな、オリックスタイプだよね、オリックスの選手って細く
なんかこう華奢な選手っていうのは多いよね、うんうん、まあ吉田とかラオウとかさ、ドラマンがマッチョでガーンとしてるけど、はい、まあ、福田とか小さいし、うんうんうん、でちょっと細いしね、はい、なんか小さくは細いという、うん、まあ、小さくはないんだろうけど細い感じですね。線が細い感じなんです。まだまだ飯食わない。やっと言えたよこの選手には。他の選手はがっちりしてさ、そうですね、体なんかこうこいつはそういう勉強してないと思う。サブリの勉強。わかんないです。いやだから選手でやってきてる。あ、そうなんですかね。多分、うん、でもまあものすごいセンスを感じるし、はい、可能性のある選手だな。いやでもセリーグもそうですけど、パリーグも本当に今年注目すべき若手選手だったりとか、もう ね、注目はね、佐々木朗希さん、怖い、やばいよこいつ。いや久々に聞きました、やばいよっていうのも。いやなんかさ、去年まではね、うん、まあ、震災だとかこうあってね、かわいそうだなって、うん、なんかいろんな思いを持って野球を続けてきたんだなって、でも一気に弾けたな。なんかすごいですね、まあ、弾け方、まあ、一気に弾けたっていう、こう変な捉え方してほしくないんだけどさ、はい、やっぱりなんか最初は遠慮があったりだとか、うん、笑顔がなかったりだとかさ、あったけど、なんかこうチームに本当に溶け込んで心開いて、うん、なんかやってるような感じがしてね、うん、なんかすごく頼もしくもなったし、はい、頑張ってほしいなと思うんだけど、それ以上に半端ないの。非常に投球が半端ない。頑張ってほしいじゃない。いやいや、もうそれ以上頑張ったら腕飛んでいくぞみたいな。ビヨンとね、そのぐらいの170キロね、期待したいピッチャーです、ね。いや本当やばいよ。やばいよ。やばいといえば、あのユダオさん一押しの日本ハムの今川優馬選手は、なんとこの高木豊 YouTube チャンネルをご覧になってくださってるということで。本当に見てんだろうな。いやもうこれは見てるんだったら、これ最後まで見てないからな。多分この途中で。これを見てるんだったら、はい、ちょっとコメント欄に、か概要欄ちょっとメッセージをね。あ、いただければ。あ、これ本当に見てるなというふうに認識しますしね。もう見ててくれるんだったらちょっとインタビューをねしに行きたいと思うしね。そうですね、うん、で一気に今川選手推しになりますもんね、豊さん。もちろんなんかなんかきっかけがあったら推しになるから、すぐ今川おじさんになりますよね。今川おじさん、今川焼き持ってもう行きますよね、インタビューして札幌までね。そうそうそう、はい。